皆さんどうも、こんにちは、ケンタロウです。今回はですね、スキーの手入れ編の中でもスキーを剥がす方法ですね。スキーにこうワックスが塗られた状態、まあ、この動画の前に動画出してますので、スキーにワックスを塗る方法は前の動画を見てもらって、でそれの、まあ、塗ってパッキングして次剥がす方法ですね、それを紹介していきたいと思います。はい、ということでまず必要な道具とかを説明していきたいと思います。もう手入れ台とね、このスタビライザーっていうのはもう前の動画で紹介しますので、そちらの方をまず見てください。なので飛ばします。まず必要なものを説明していきます。今ずらっと並べたんですけど、まず手袋ですね、まあ、これ多分100均かな、まあ、でもあのホームセンターとかによく売ってるんで、まあ、これ別に履いても履かなくてもいいです。ちょっと離れてますけど、これはあの手がね汚れたくない人はつけてください。こんな感じでやると、剥がした後にね、粉がいっぱい出ますので、そういうのが手についたりして洗うのが面倒さするので、はい、こういう手袋をつけた方がいいです。まあ、あとは、まあ、僕つけてますけど、エプロンとかね、このスイックスってメーカーおすすめですね。はい。で、剥がす道具に関してです。この棒状のもの、これはトコっていうメーカーのものなんですけども、これはスキーのね、溝あるじゃないですか。スキーのこの滑走面にあるこの溝ね、線が入ってるじゃないですか。この溝をこれで剥がすっていうやつですね。はい。で、これも同じです。これはスイックスっていうメーカーのやつで、これも一般的にはここを使います。ちっちゃい方ですね。こっちがでっかい方、こっちはあんまり使いません。まあ、こういう丸い形をしてる方をあの僕はよく使います。だからこれを溝に入れて使う感じですね。はい。まあ、これはだから一般的なやつです。こっちもまあ使う人多いですけど、こっちの方がまあよく取れるかなと思います。まあ、こっちの方もよく取れるんで。ただ僕はこのスイックスの方をよく使う。で、これがスクレーパーっていうものですね。これがあのスキーの滑走面についてるあのこのワックスをジューッと剥がすやつですね。これ、まあ、これもまああの普通にスポーツ用品店でね、まあ、この辺も全部売ってるんで。で、剥がした後にね、いろいろゴミというか、剥がしたワックスがね、いっぱい出てくるんで、それをきれいに拭き取るやつ、これもあのワックスの用品売り場とかに売ってるんで。で、これはなんかあの、まあ、さらにね、ゴミを取りやすいってやつなんですけど、まあ、これはそのワックス売り場に全部売ってると思う、まあ、僕はこれをよく使うってことで、これがこれ、まあ、こっちの方が細かくワックスのゴミを取れる、ゴミというかワックスカスを取れるって感じですね。で、はい、まあ、ブラシこんなにいっぱい並んでます。今回初心者の方向けとかねにちょっと動画撮ってるんで、あの必要なブラシっていうのが大体一般的に売ってるのがこれ、ナイロンブラシのシルバー、白のやつですね。で、これも、まあ、売ってますね。ナイロンの青。で、これが馬ブラシって言われてるやつなんですよ。ちょっと固めで、これは柔らかいし、これはちょっと固め。これの方が、だから硬さ順で言うと、こんな感じですね。これがもう、針金みたいなやつですね。これ。で、馬、ちょっと柔らかいけど硬い。で、その次に柔らかい。で、これが一番柔らかいって感じですね。で、まあ、これはもう本当に今回僕の手入れの紹介なので、僕はこのブラシしか使ってないです。針金みたいなブラシね。なんですけど、まあ、一般的な人が手入れする分にはこの馬ブラシっていう黒いブラシか白いブラシ、もし金銭的に余裕ある人はこれでいいと思います。で、まあ、究極に、まあ、僕と同じでいいよっていう人はもうこれだけでいいです。はい、金ブラシって言うんですけどね、これ針金みたいなブラシ、はい、ただこれ一般的なところで売ってるのかどうかちょっとよくわかんないんで、ただ一般的に売ってるのはやっぱ白なので、この白か黒を皆さんには使ってほしいと思います。はい、説明長くなってすみません。この辺はマニアックだし、あんまり使わないかな。この2つがあれば絶対ないです。はい、はい、それではスキーの手入れやっていこうと思います。あ、じゃあ、ちょうどのしにょりのスキーは溝が2本あるんで、はい、1本目はこれ、2本目はこれでやっていこうと思います。じゃあ、最初これでやっていこうと思います。まあ、これもこっちが細い方で、こっちが太い方みたいな感じで、裏返すと太さが変わるって感じですね。なので、こういう感じでペンみたいな感じでね。圧力かけれるようにこうやって人差し指でグッと押せるようにこんな感じでもっと丸めればいいと思います。で、この溝のところに合わせてこの僕このね先端をこうグーッとやると、こうやってあのワックスのねのゴミが出てきますので、はい、こんな感じでね、はい、そしたら剥がれてますね。これ溝ができてますね。これがだからスキー剥がせてるっていう証拠ですね。で、これは裏技という感じなんですけど、こうやってね、やってるとこう、跳ねちゃうじゃないですか。ババババババって。これ跳ねないようにするのと、あの、ちょっと動画では見えなくなってしまうんですけど、左手何も使ってないので、こうやって覆いかぶせて、そして一緒にぐーっと出してもらえると、
ありますか、こうゴミがどこにも飛んでいかずにスキーの上にちゃんと乗ってますか。この感じで、これはもうグーッとやってもらえれば、まあ、ゴミがね飛び散りづらいので、これやってもらえるとすごい、あの後の掃除が楽だと思います。で、じゃあこれ、これでの方法、これもあのさっき教えたように、まあ、このちっちゃいとこ使っています。この溝に合わせて、であとはもう力を、これもね力グッてかけすぎちゃダメなん でゆっくりこう動かして、まあ、これもすぐ跳ねるじゃないですか、これ跳ねるのが嫌なんで、もう見えないんですけどね、かぶせてこの溝に合わせて、はい、そうするとこんな感じ で少しこうやって残ったりとかするんで、何回か通していきます。で、まあ、スキーによっては、あの、溝のね、細さが違うので、このでっかい方を使って、僕はあんまり使わないんですけど、フィッシャーとかだとね、多分、溝が深いので、こうやってやればまたさらに取れると思います。はい、これでじゃあ、スキーの溝は剥がし終わりました。こんな感じで綺麗になってますね。じゃあ次は、これを使って、いきます。まあ、これ4ミリとか書いてあるんですけど、まあどれでもいいです。あのスクレーパーとか。そしてスクレーパーはなんかこんな感じでゲーム持つみたいな感じで、中指を、スクレーパーの下に置く。で、人差し指で上にかぶせて、で、親指をこう、こういう感じで、こう。で、両手を同じ風に持ってもらって、はい、そしてこの中指の間の場所でこのワックスを剥がしていきます。この間でね、この場所で、はい、まあ、僕の目線から見るとこんな感じですね。で、あとはもうスキーにあんまり負荷をかけすぎずにぐーっと前に出します。そうすると、まあ、こんな感じで、あの、いろんなワックスのカスが出てくる。で、このスクレーパーをやる時のコツというか、やってはいけないことがあるんですけど、基本的にはこう行って返すのはダメです。こうやって、なんでかっていうと、あのスキーね、こう滑走面はね、スキー滑るときはこういう方向に滑ってるんで、まあ、スキーはこっち先端ですけど、面はこういう風になるんで、だから進行方向と逆の方向にこうスクレーパーとかやってしまったりとかしたりとか、あとは力の加減ね、こうやって動かしてる間に、あのガコッとかってこう斜めにスクレーパーをこうやってやってしまったりとかすると、スキーにこう横に傷が入ってるとかしちゃうんですね。で、そうなるとスキーがね滑りづらくなる原因になってしまうので、スクレーパーは基本的に一方通行でお願いします。はい、なんで何回もまあこうやってぐるーっと行って、そしてこういうついたパスはまあほろってもらって、でまた先端から感じで何回もこうやってもらいます。こんな感じでスキー剥がすときに一方通行って言ってたんですけど、まあ、それはもうスキーをね安全に剥がすためなんで、まあ時間かかっちゃうんですよ。だからそういう時はずっとこうやってやるんじゃなくて、まあしっかりねこうやってやって、まっすぐやって払って、そしてまた戻してもらう。こんな感じで、こう戻さないっていう、まっすぐ、はい、こんな感じでやってもらえればいいと思います。そして次はですね、スキーのエッジ角を剥がしていきます。このスクレーパーの4面の中の、この縦の部分を使います。まあ、要はスキーの面を剥がすところは絶対にこうスキーの角を当てたりとかしないでください。なんでかというと、こう角をねこういう風に削っていくんですよ。そしたらスクレーパーにこうデコボコができてしまうので、あのもしこういう風にね滑走面をやるところでやってしまうと、このスキーをまっすぐ剥がせなくなってしまうので、スキーのスクレーパーの横の部分をね、だから要は縦に持ってこういう感じでね、はい、そしてエッジにグーッとこうかけていきます。こんな感じですね、はい、これはまた両面こうやってやってもらって、はい、そして剥がし残しがあったら、まあ、こうやって剥がしてもらって、
で、スキーの上にカスがこうやって出てますね。で、これをさっき紹介したこういう青いやつでぐーっとやると、まあ、こうカスが落ちますね。はい。で、まあもっと細かいやつ、さらに細かいのはこのもっとこうやって。はい、そしてこのスキー傷ついてるんでね、ちょっとワックスの話もちょっとありますけど、じゃあ皆さんに紹介したこの黒い馬ブラシって言われてるね、黒いブラシで、さらにスキーの面のね汚れを落としていきたい、ワックスを落としていきたいと思います。じゃあこの馬ブラシって言われてる黒いブラシでワックスをねさらに落としていきたいと思います。で、まあ、これも普通に物を持つように持ってもらって、で進行方向に対してグーッと負けて離す、ぐーっと向けて離す、こういう感じですね。で、これはさっきワックスを剥がすときに説明したように、こうやってはやらないように、ブラシだからってこう返したりとかしないように、必ず進行方向に向かって同じ方向にしっかりブラシをかけていってください。こういう感じですね。まあ、場合によってはこうやって手を重ねて、まあ、もう少し力をかけてやってもいいと思います。こう、はい、まあ、大体2往復ぐらいしたらいいかなと思います。で、最後じゃあこのやつで落としていきます。はい、そしたら見てください、滑走面、まあ、多分綺麗になってると思います。これが剥がす前がこんな感じですね。剥がした後が、こっちの板ですね、はい。まあ、こんな感じで綺麗にワックスが剥がせると思います。まあ、基本的にはこれでワックスの剥がし方はもう終了ですね。これでもう綺麗に剥がせてますので、この板でスキーに行ってもらえれば、手入れする前よりも滑るスキーになって、また練習が大会ができると思います。はい、ということで、今回はちょっと短いんですけど、あ、短くないかな。まあ、今回はスキーの剥がし方講座ということで紹介させていただきました。使うものとしては僕のおすすめだけを出すと、これこれ、そしてこれで、ブラシは黒ですね。そんな感じで、はい、道具はこんな感じでいいと思います。あとやり方はもう全部紹介した通りです。あとはもう絶対にこう斜めらしたりとかね、このスクレーパーをこう斜めらしたりとか、こう力をかけるときにグッグッとかやっちゃったりとかしないように、まあ、丁寧にねスキーを大事に扱いながら手入れしてもらえればスキーも滑るようになると思います。はい、じゃあ、まあ、こんな感じで今回は僕の剥がし方なので、これは人それぞれいろんな剥がし方があるかもしれないですが、まあ、僕のやり方ということで、はい、もし本当に正しい方法を知りたい方はスキーメーカーがね、このスイックスとかでやってるようなワックス講習会に出てもらって、そこから学ぶのがいいかと思います。はい、まあ、今回は僕のワックスの剥がし方の講座ということでやってきました。いかがだったでしょうか。今回はこんな感じで終了させていただきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。